内閣府災害対策本部予備施設立川広域防災基地は東京都立川市緑町と泉町にまたがって所在する各防災関係機関の施設を集約した広域防災基地。日本の首都圏での大規模災害発生時に災害応急対策活動の拠点として機能する。敷地面積は約115ヘクタール。戦後アメリカ軍が使用していた。 旧陸軍の立川飛行場の跡地に整備された。南関東直下地震などの首都圏における大規模災害の発生時、空輸による人員、物資の緊急輸送の中継、集積拠点として、自衛隊、消防、警察、d マットなどの援助隊の運用、受け入れ拠点として、南関東地域における災害応急対策活動の中核拠点として、機能する。 平常時は DMAT 隊員の研修や関係機関合同の訓練などが行われている。滑走路の長さ900メートルの立川飛行場や広域災害医療機関施設で DMAT の研修機関でもある国立病院機構災害医療センターを備え、物資集積や避難場所などに活用可能な国営、昭和記念公園と隣接している。立川飛行場では 陸上自衛隊東部方面隊の東部、方面航空隊と第一師団第一飛行隊、東京消防庁航空隊、警視庁航空隊のヘリコプターが運用されている。滑走路には航空自衛隊の C-1 輸送機も離着陸が可能であり、イルマ基地所属機による経験飛行が定期的に行われている。毎年秋ろに開催される立川防災航空祭では、 陸上自衛隊、東京消防庁、警視庁、災害医療センターが協力して被災者を救助する模擬実演が行われる。本基地には大規模災害等に対応する救助部隊が配置されている。東京消防庁の立川防災施設には、第8消防方面本部の消防救助機動部隊が配置されており、同じく立川防災施設内に配置されている。 東京消防庁航空隊の消防防災ヘリコプターや航空消防救助機動部隊と連携した救急救助活動も行える。また、警視庁の多摩総合庁舎には災害対策課の特殊救助隊が配置されており、こちらも立川飛行センターに所在する警視庁航空隊のヘリコプターと連携した救助活動も行える。 内閣府の災害対策本部予備施設は内閣総理大臣を本部長とする国の緊急災害対策本部及び事務局を設置可能な施設である。災害対策基本法に基づき中央防災会議が作成した防災基本計画の中で定められている緊急災害対策本部及び事務局の設置場所は官邸内とされているが官邸が被災により 使用不能の場合は、中央報道庁舎第8号管内、防衛省内、立川広域防災基地内の順序で使用可能な代替施設に設置され、政府の災害応急対策活動の臨時拠点として一時的に使用される。また、東京都の東京都立川地域防災センターは、東京都防災センターの指揮のもとに活動を行う、都の玉地域における防災活動の拠点である。 国立病院気候災害医療センター、海上保安庁海上保安試験研究センター、ありがとうございます。